日本とイギリス、イタリアが共同開発を進めている、第6世代戦闘機とも言われている次期戦闘機開発のための、グローバル戦闘航空プログラムグローバルコンバットエアープログラム GCAP と、名付けられたプロジェクトからイギリスが離脱する可能性が指摘されているね。この GCAP については、2023年12月14日に東京で3国間において航空機開発に関する国際条約が締結され、各国政府代表と開発製造に関わる各国企業エンジニアなどが開発を進めるためのハブ拠点がイギリスに置かれることが決定されたな。今回は次期戦闘機共同開発計画に陰りが見えていることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。三国がこの条約を承認した後に、GCAP 次期戦闘機の開発を管理する責任を負う、GCAP 国際政府組織 GIGO JIGO が2024年度中に設立されることも決定されて、日本の国会では2023年5月に衆議院を、6月には参議院で条約が承認されて正式に GIGO が設立されたよ。GIGO の本部はイギリスに置かれるものの、その初代代表主席行政官は日本人が就任することなどが決められ、GCAP における日本の立場を強くする体制が作られることが期待されているんだ。しかし、イギリスで2024年7月に実施された下院議会総選挙定数650議席が実施されたが、野党の労働党が412議席を獲得して211議席を増やして大躍進したため、政権与党であった保守党が251議席も減らしたことによって121議席に落ち込むという歴史的な大敗を喫し、政権交代を余儀なくされたな。これによって2022年10月に首相に任命されたばかりの保守党のリシ・スナク首相は、わずか2年で政権を手放すこととなり、労働党党首のサーキア・ロドニー・スターマー氏が首相となってスターマー政権が発足して、14年ぶりに労働党政権が誕生したぜ。スターマー新首相は就任以来、日英イ3カ国による次期戦闘機の共同開発計画 GCAP についてイギリスにとって非常に重要であり、開発を継続する必要があるとの認識を示しているものの、タイムズ紙などイギリスのメディアによれば、新政権は来年前半にこれまでの防衛計画見直しの結果を公表する予定であると公言しているね。スターマー政権の国防相も担当しているルーク・ポラード閣外相が7月18日に、ロンドンで開催された軍事関連イベントにおいて新政権における国防政策の見直しで何が起きるか、現時点では全く予測できないと述べていて、その見直しが発端となってこの先多額の予算を必要とすることが想定されていて、予算の見積もりが難しいとされている GCAP が真っ先に見直しされるのではないかとの波紋が広がっているみたい。ザ・タイムズはさらに関係者の話として、ある財務省高官が次期戦闘機の共同開発化、米英豪による安全保障の枠組みオーカスにおけるオーストラリア海軍の原子力潜水艦開発に協力するか、いずれか一方に絞るべきだと述べたことを伝えた上で、イギリス国防省が GCAP の共同開発にかかる最終的な開発費の見積もりを明示できないために、財務省が計画の推進に懸念を示していることがその波紋の根源であるとしていて、GCAP 計画見直しのニュースの裏付けとしたよ。イギリスでは GCAP が立ち上がる以前から2035年の実用化を目指すテンペスト計画を進行させていて、敵のレーダーをかいくぐるステルス機能や、センサーデータの分析と自立ミッションを支援する AI 人工知能を持ち、ドローン無人航空機群を従えて編隊を組んで制御する能力を併せ持つ、第6世代ステルス戦闘機開発であるテンペスト計画に注力していたぜ。そのテンペスト計画に深く関わっていた元イギリス空軍の作戦副司令官だった、グレッグ・バグウェル氏が日本の雑誌のインタビューに答え、やはり2035年の実用化を目指していた日本の次期戦闘機計画とテンペスト計画が合体した GCAP について語ったな。それによるとバグウェル氏は GCAP はイギリスと日本の両国の航空宇宙能力にとって大きなボーナスとなりうるとして、日本はイギリスの戦闘機開発とは異なるアイデアと能力を持っているとした上で、テンペストはハードウェアと同様にソフトウェアの開発も重要であり、
日本がイギリスの知識にさらに異なる専門知識を付け加えることで、GCAP への幅広い理解がもたらされると評価しているね。そして、企業による多くの民生品開発は兵器開発よりも進んでいて早い分野もあり、かつては兵器開発の方が明らかに進んでいたものが、今では全て家庭にある電化製品や子供のポケットの中にあるゲーム機などの方が進んでいる場合が多く、兵器開発が民生品開発の恩恵を受けている場合がとても多いとも述べ、もし明日にもイギリスが GCAP から離脱するようなことがあれば、日本とイタリアの軍需産業は政治的にも産業的にも大きな影響を受けるだろうとしたよ。またバグウェル氏は9月4日、イギリス議会で開かれた同国のシンクタンクヘンリー・ジャクソン・ソサエティ主催のイベントにおいて、私たちは地球上の戦争から重要な教訓を学ぶ必要があり、間違った教訓を学ばないようにしなければならないと強調したな。そして、私にとって本当の脅威と感じられることは、今のウクライナで起こっていることを見た人々が、そのことが未来なのだと誤って認識してしまうことだとした上で、ウクライナでの活躍が伝えられている各種のドローンが将来的に戦争の主役となると思い込むことを憂慮していると述べたぜ。さらに、ウクライナ侵略戦争では当初、トルコの中高度で長時間の飛行が可能で対地攻撃を実施する、無人航空機器バイラクタル TV には、このところ見かけなくなり戦果が伝えられなくなっているが、その主な理由は、以前のように攻撃を実施しても次々に撃墜されてしまうからだとして、ドローン攻撃に慣れたロシア軍がその対策を図ったためであるとしているらしい。同氏は、ウクライナ侵略戦争でドローンの活躍が目立っているのは、両軍の航空戦力の存在感が薄いためであると断言した上で、ロシア軍は明らかに航空戦力を温存しており、それはウクライナ軍の防空体制を恐れてではなく、ウクライナを支えている北大西洋条約機構 NATO の航空戦力を最も恐れているからであるとも語ったよ。つまり、ロシア軍が最も恐れる事態はウクライナで航空戦力を消耗させてしまった場合で、その時万が一にも NATO 軍がロシアを攻撃するようなことが起これば、強力な NATO 軍の航空戦力に対抗する術がロシア軍にはなくなるとして、ロシア軍が航空戦力の消耗を恐れるのは、ウクライナとの戦闘によって戦車などの陸上兵力が大きく損耗している現状で、自分たちを NATO 軍から守る唯一の戦力が航空戦力であると信じているからだとして、温存されているロシア軍の航空戦力への対抗手段として敵地深く侵入して目標を破壊する、より高性能な次期戦闘機開発の重要性を強調したんだ。このバグウェル氏のようにイギリスの軍事専門家たちの多くは、イギリス政府の財政難に理解を示しながらも、ロシアへの抑止力となりうる敵地の奥深くまで侵入して目標を破壊する能力を有する GCAP の開発を継続する重要性を指摘しているぜ。また、野党となった保守党のジェームズ・カートリッジ影の国防相は7月24日、下院での演説においてイギリスの国防上最も重要なのは、新政権がこの先継続的に GCAP に資金を提供し続けるかどうかであり、今 GCAP から撤退することはかつて第二次世界大戦におけるバトルオブブリテンで、ドイツ空軍を相手に大活躍したことで有名を馳せた戦闘機であるスピットファイアの開発計画を廃止することに、等しい愚行であると考えていると述べて、スターマー政権に対して GCAP 計画続行を決断するように迫ったらしい。このような情勢の中でイギリスの戦闘機メーカーである BAE システムズは、同国で7月に開催されたファーンボロー国際航空ショーに GCAP のフルスケールコンセプトモデルを展示し、ソテについてスターマー首相 GCAP で我々は大きな進歩を遂げていると述べて開発の重要性を強調したとされ、GCAP 計画が継続される可能性は高いとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2021年4月8日、米国議会上院外交委員会は国際法をねじ曲げ露骨な海洋進出を企てる中国に対し、超党派で戦略的競争法を取りまとめて今後同委員会で審議することを明らかにしたよ。
280ページにも及ぶこの法案は、今後米国政府がどのように中国と対峙していくべきかを示されたものだな。今回はそんな戦略的競争法について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在の中国との対立は新冷戦とされ、かつての東西冷戦と同じかそれ以上の危機として東アジアにおいて一触即発の状況のもと、超党派で国難にあたるアメリカ合衆国の結束を久々に見ることができたのは、米国を分断させたトランプ前大統領が去り、共和党議員にのしかかっていた重しが取り除かれたおかげだろうね。この法案では米国政府に対して同盟国との連携強化を求めるとして、中国の攻撃的かつ独断的な行動への抑止力として、同盟国にもそれぞれ役割を果たすよう求め防衛力の向上などを促すべきであるとした上で、インド太平洋地域の安全保障のために米国からの支援を優先させ、中国との競争においてその軍事的投資は適当に割り当てるべきとしているよ。台湾との関係強化については、政府軍高官同士の交流には制限を設けないとしているほか、新疆ウイグル自治区での虐殺とも言える強制労働に関係した中国当局者には制裁を科すとしているな。また、インド太平洋地域の課題に対応するべく日米合印4カ国の枠組みであるクアッドに注力していくことも盛り込まれているぜ。そして日本の尖閣諸島については、日米安全保障条約第5条の適用対象となることが改めて確認され明記されたわけだ。日米安全保障条約第5条では確定役国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言するとされていて、米国議会が尖閣諸島を日本国の施政の下にある領域として認識されたことに他ならないんだ。この戦略的競争法について、上院外交委員会のメネンデス委員長は声明を発表。かつてない超党派での試みであり、中国による世界に対する法外な挑戦に対抗するあらゆる手段を動員することができるとして米国議会が一致団結して中国に対抗することを明らかにしたよ。これを受けて中国外務省の趙立堅報道官は記者会見で、米国上院外交委員会がまとめた戦略的競争法に断固として反対するとして、中国は米国との衝突を望んではおらずウィンウィンの関係を築くことを願っているんだけど、中国の主権安全保障国益を脅かす者には対抗していくと強い反発を示しているね。2021年になってから、インド洋から南シナ海、東シナ海での中国対日米欧の構図による挑発的な軍事行動の応酬が際立っているよ。中国はここ数年、南シナ海における九段線の主張を盾として、干渉を埋め立てての軍事基地造成による実効支配を確立させつつあり、東シナ海においては日本が領有する尖閣諸島を中国の領土と主張して海警局艦艇を派遣して日本の領海に居座らせ続けているんだ。さらには台湾への侵攻を思わせるかのように、これまで越えることがほとんどなかった台湾海峡上の中間線を越え、多数機による台湾防空識別圏 ADIZ へ侵入を繰り返しているな。これらの中国軍の動きに対して米国は、第7艦隊所属の駆逐艦による航行の自由作戦を台湾海峡や南シナ海において展開し、南シナ海に断続的に空母打撃群を派遣して軍事訓練や演習を実施してきたぜ。そんな状況下に中国は4月5日、空母遼寧以下6隻の艦隊を沖縄本島と宮古島の間にある宮古海峡の通過と、太平洋に進出させ台湾周辺で訓練を実施したことを発表したわけだ。この軍事行動には、台湾近海や南シナ海に展開する米海軍を牽制する意味合いと、5日から7日まで実施されたクアッドによる海上合同訓練ラペールズのタイミングにも合わせた G 行動であるとされているよ。ラペールズはクアッド非米合意4カ国にフランス海軍も参加してベンガル湾で行われた海上合同訓練で、中国に対抗したものであることは明らかであったんだ。また、中国海軍による G 行動にはもう一つの意味があるとして、
それは4月16日から開催される日米首脳会談への牽制であろうとする声が上がっているぜ。この日米首脳会談ではバイデン大統領から菅首相に対して、台湾有事への危機感の共有と日本によるサポート内容の明示を求められるものと思われ、さらには尖閣諸島問題だけでなくインド太平洋全域においての安全保障について、日米それぞれの役割分担の議論が米国主導でなされるであろうとされているな。今回の米国上院議会による戦略的競争法で、法案の中に尖閣諸島防衛について織り込まれたのは、米国から日本へのプレゼントであるとも考えられるね。つまり、米国は尖閣諸島有事の際には安保を発動して日本をサポートするから、その代わりに台湾有事の際には協力をしてもらいたいという交換条件なのかもしれないな。米国にとっては台湾を失うことは、対中国戦略を練り直さなければならないほどの死活問題であり、その重要性は韓国の比ではなく、米国にとってはどうでも良い尖閣諸島での安保適用を明言してまでも日本の後方支援を必要としているわけだ。これに対して菅首相が日米首脳会談でどこまで踏み込んだ回答をするかが注目されていたぜ。菅政権の主要政策である2050年カーボンニュートラルの実現に際しては、排ガスを出さない電気自動車の開発と普及が必要不可欠であるが、この電気自動車の性能向上と量産化のためにはレアアースを確保し備蓄することが重要であるが、その主な輸入先は中国なんだ。中国に代わる調達先が見つからない限り、現状以上に中国との関係を悪化させるわけにはいかないのが菅政権の本音であろうし、日本国内企業と中国市場とのこれまでの結びつきを考えるならば、露骨に中国と対抗することができない弱みがあるよ。また、対中国においてバイデン政権と完全にと同調するためには、自民党内で力を持つ二階氏を筆頭とする新中国派からの突き上げを抑え込まなければならず、果たして菅首相がそれを抑え込むことができるのかということには疑問符がつくぜ。先の中国空母艦隊は未だ台湾近海での訓練を続けているものと想定されている中、休暇に米海軍は空母セオドア・ルーズベルトの空母打撃群が南シナ海で軍事演習を行ったと発表したな。米中の空母艦隊が至近距離で演習や訓練を行っているこの状況は、何らかの齟齬があれば戦闘が発生しかねない危険さをはらんでいるんだ。今日この瞬間にも米中の衝突が発生するかもしれない中で、菅政権は一刻も早く、海上自衛隊の海上警備行動時の武器使用基準の緩和と、防衛出動を速やかに発動するための要件緩和など法整備を急がなければならないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今まさにウクライナ軍によってクリミア半島奪還作戦が実施される可能性が高まっているね。そこでウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記が、クリミア半島を奪還するために国際法で禁じられていない範囲において、保有するすべての兵器を用いる、もしくは試験的に使用するとの考えを SNS 上で明らかにしたぜ。今回は強まるクリミア半島奪還作戦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島といえば2014年、当時の親ロシア派であるヤヌコビッチウクライナ政権が倒れた際に、ロシアが軍事介入して一方的に併合して以来、そのまま実効支配が続いているところだよ。ダニロフ書記がクリミア半島はウクライナ領であると改めて主張していて、ゼレンスキー大統領も再三にわたってクリミア半島を取り戻すと表明していることから、クリミア奪還作戦がまた始まると予期されているね。クリミア半島の面積約2万6000平方キロであり、その北部はユーラシア大陸のウクライナ南部ヘルソン州とつながり、また国会に突き出した形になっている半島であり、また大陸と接続している地域西側にはペレコープ地境と呼ばれる長さ 30km 幅5から 8km で陸続きになっているんだ。そして、その地境の東側はアゾフ海にかけて深いシバーシと呼ばれる浅い干潟が広がっていて、大陸側から突き出ているチョンガル半島との間にある狭い海峡に鉄道道路併用橋が架けられているな。また、
半島の東端にあるケルチ半島の東側には、アゾフ海と黒海を隔てているケルチ海峡があるぜ。このケルチ半島の東端と、ロシア南部のクラスノダール地方からクリミア半島に向かって突き出ているタマン半島の西端には、ウクライナ軍の砲撃を受けたことでも有名になったが、クリミア半島併合後にロシアが架けた全長 18.1km の鉄道道路併用橋であるクリミア大橋があるぜ。ロシアに併合されるまではクリミア自治共和国と、港湾都市のセバストポリ特別市というウクライナ領内で分かれていたんだよね。クリミア自治共和国はウクライナで唯一の自治共和国であり、セバストポリにある軍港がロシア海軍黒海艦隊に租借されていたことから、この自治共和国の管轄外としてウクライナ中央政府の直属都市となっていたというわけだよ。そして、2014年にロシアの軍事介入によって併合された後、クリミア自治共和国はクリミア共和国と改名してロシア領となり、一方のセバストポリはロシア連邦内で共和国扱いとなる連邦市とされているんだ。実は2014年にロシアがクリミア半島を併合したのも、きちんとした経緯がありマイダン革命とも呼ばれる2014年ウクライナ騒乱によって親ロシア派のヤヌコビッチ大統領が失脚してしまい、ロシアが当時のウクライナ政権の崩壊をクーデターによるものと位置づけ、仕方なくウクライナへの軍事介入に至ったわけだ。その際にクリミア半島がロシア軍の支配下に置かれることになり、実効支配していたロシアの主導による住民投票の結果としてロシアが併合を宣言したぜ。しかし、ウクライナを筆頭に国際社会の多くの国家がこの併合を非合法として承認しておらず、国連総会において住民投票を無効とする決議を賛成100カ国、反対11カ国、棄権58カ国で採択され、クリミア自治共和国は国際社会で法的に承認されているほか、クリミアタタール人の民族自治機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスが活動しているらしい。それでもクリミア半島に暮らす人口約230万人のうち約 60% がロシア人であり、一方でウクライナ国籍を持つウクライナ人は約 24% に過ぎず、しかも住民の 80% 近くがロシア語を母国語としていて、ウクライナ人の間でもロシア語を日常的に使われているよ。前としたウクライナ騒乱の際にヤヌコビッチ政権の後を引き継いだ暫定政権が、ウクライナ語以外の言語を地域公用語として認める法律を廃止した際には反発する動きがあったものの、新ロシアという点では東部ドンバス地方のルハンシク州やドネツク州の新ロシア派武装勢力の支配地域と同様の状態なんだ。クリミア半島奪還を訴え続けるゼレンスキー大統領は、2022年8月29日の国民向けビデオ演説の中でウクライナ軍はクリミア半島が併合されて以降、奪還を目標に掲げてきた。そして、今回の侵略戦争はロシアが我々の領土であるクリミア半島を奪い、さらに東部ドンバス地方をも奪おうとしたことから始まった。だから、この戦争は我々がクリミア半島をロシアから解放することによって締めくくらなければならないと主張しているね。このゼレンスキー大統領の強硬姿勢に身の危険を感じたロシア系住民がクリミア半島から一気にロシア本土への脱出が急増したぜ。クリミア半島では2022年2月24日にロシア軍がウクライナへの侵略する際にウクライナ南部ヘルソン州やザポリージャ州に展開する部隊の出撃地となっていたことから、4月11日にはプーチン大統領によってテロ警戒レベルが上から2番目の黄色に引き上げられており、半島に駐留するロシア軍部隊ではウクライナ軍の進軍に備えて着々とクリミア半島の要塞化を進めていたな。ゼレンスキー政権下でクリミア問題を統括しているタミラ・タシェワ氏が国営テレビに出演してロシア系住民は、2014年にロシアが一方的に併合したクリミア半島をウクライナが奪還しようとすることに不安を募らせている。そのため大勢のロシア系住民が家を捨て、クリミア半島から脱出していると述べたよ。さらにタシュワ氏はどれだけの人数がクリミアを去ったかについては、統計を取っていないためわからないが、数千人単位だと理解していて、クリミア大橋にはロシア本土に移動しようとする車列ができているし、クリミアの住宅市場は売り意識になっていると付け加えたんだ。
また、クリミア半島の先住民族とされているタタール人を支援しているエミール・イブラヒモワ氏がラジオで、ロシア系住民の多くは、ウクライナ軍が近い将来にクリミアを解放するものと見ており、ウクライナから報復を受けることを恐れてパニック状態になっていると述べていたな。そして、2022年8月にクリミア半島南西部にあるロシア海軍の航空基地で爆発事件が発生し、ウクライナ軍による攻撃の可能性が報じられた際にも、多くのロシア系住民がクリミア大橋からロシア南部のクラスノダールに逃亡し、その車列によって大渋滞が発生している様子が撮影された画像が SNS で拡散されたぜ。ウクライナでは4月2日にダニロフ書記がクリミア解放に向けた12のステップと題したクリミア半島の解放計画を発表しており、その内容はクリミア半島が解放されてウクライナ領に戻った場合のクリミアや、ロシアの占領政策に協力した住民の取り扱いに関する12項目に及ぶ方針が書かれていたよ。まず、ロシアが一方的にクリミア半島を併合した2014年2月の以降の不動産取引の無効化、ロシアの占領政策協力者の起訴、ウクライナへの撤退行為を指導したロシアの協力者に対する厳しい罰則、ロシアのプロパガンダに踊らされてきた住民に対する政策などが示されていたんだ。これらの動きからロシアが指名したクリミア共和国のセルゲイ・アクショーノフ市長はクリミア半島には、ウクライナの反転攻勢に対する備えはできていると述べて一旦は住民を落ち着かせたが、ロシア本土へ避難しようとする住民の流れを止めることはできていないぜ。2014年、ロシアによる一方的な軍事介入と併合を、クリミア半島は現在もロシアの実効支配下にあるからな。ダニロフ国家安全保障国防会議書記は、クリミアがウクライナ領であることを強調し、国際法の範囲内で全ての兵器を使用する意向を示しているよ。地政学的に重要なクリミア半島は、黒海に突き出た位置にあり、その地理的要素が戦略的にも重要で、ロシアはクリミア大橋を含む複数の重要施設を構築し、半島の要塞化を進めているんだ。これに対し、ウクライナは国際社会の支持を背景に、半島奪還を国家の重要目標と位置づけ、軍事的な圧力を強めているね。ただし、この奪還作戦は多くの国際的な波紋を呼んでおり、特にクリミアに住むロシア系住民やタタール人の間で不安が広がっているぜ。ウクライナの行動がクリミアの未来にどのような変化をもたらすのか、またその地域の安定にどのように影響を与えるのかは、今後の国際政治の動向により明らかになるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。